カール・アウグスト・フォン・ザクセン・バイ・マル・アイゼナ派は、ドイツの両方ザクセン・バイ・マル・アイゼナ派対抗国の、対抗聖師、ザクセン公。ザクセン対抗家の白高勲章の最高勲章と、ヘッセン・カッセル家の金獅子勲章を保持していた。ザクセン・バイ・マル・アイゼナ派対抗カール・アレクサンダーと、その日のオランダ王女ゾフィーとの間の一人息子として、バイ・マルに生まれた。カール・アウグストは、 ザクセンバイマル・アイゼナ派大公国軍に勤務し、また、ロシア帝国陸軍、イングリア表記兵連隊の注意であった。1873年8月26日、フリードリヒスハーフェンにおいて、同族のヘルマン公子の娘で最重枚にあたる、パウリーネと結婚した。ちょうど、オペラ、アイーダのバイマルでの初演が重なったため、結婚式は、予定日よりも延期された。 カール・アウグストの母・ゾフィーは、オランダ王位継承順位において、王位継承者だった、ミルヘルミナ王女に次ぐ立場にあり、従って、ミルヘルミナに、子供ができない場合、オランダ王位継承権は、ゾフィーの子孫に移ることになっていた。カール・アウグストは、オランダ王位の相続人だったこともあって、オランダ語に堪能だった。結核にかかって長く病気に悩まされた、カール・アウグストは、 気候の良いとされるマントンで療養生活を送った。1894年11月20日、南フランスのロックブリヌイコールカップイコールマルタンで、父、カール・アレクサンダーに先立って死去した。遺体は、ザクセン大抗下の地下のお骨堂に埋葬された、パウリーネとの間に二男を設けた。ありがとうございます。